メリカ軍特殊部隊のヘリコプターブラックホークが撃墜されたとの政府発表がありました。聞こえてきております音はアメリカ軍のヘリコプターの音ではありません。今日の夕方アーマカムテクノロジー社本社ビルを襲撃した正体不明の一団のヘリコプターです。ほんの少し前栄光弾らしい光に続いていくつもの大きな爆発音が聞こえてきました。死傷者に関する情報は今のところまだ何の発表もありません。ベッテルの反乱は、もう報道規制で隠し通せるレベルじゃなくなったな。マスゴミさんは大喜びで、アーマカム社員の家族の元に押しかけて、勝手にライトとカメラ向けて。ねえ、今どんな気持ち？ねえ今どんな気持ちか言ってみそうひひ、とかやってんだろうな。あー素晴らしき報道の自由、マスゴミさんはいつでも正義の味方だ。健全な社会に必要な組織なのである。いらねばやろ。M 字開脚。2件メッセージがあります。最初のメッセージの送り主はハーラン・ウェイド。ジェネビーブ、ハーラン・ウェイドだ。メッセージを受け取った。まず言っておくが、私の気持ちがわかるなんてフリをするな。何様のつもりなんだ。精神科行き取りのご忠告も願い下げだ。そもそもあんたが私の警告を無視しなければこんなことにはならなかったんだ。これ以上墓穴を深くしようというのか、なら地獄の底まで掘り続けるがいい。次のメッセージの送り主はフィルベッキオ。メッセージを聞いたよジェネビーブ。完全に切れてますね。長州さんより切れてますよ。仮にもジェネビーブは社長ですからね。その社長をこんだけ罵るんだから、もうこの会社は終わりだって悟ったんでしょうね。制圧射撃止められない。下手こいた。待ち伏せしてるの忘れてたよ。ね、てめえ嘘つきやがったな。代わりに投げてやる。グレネードだ、伏せろ。一人やられた。やつを片付けろ。シクルビーム。アンヨが見えてるよ。怒らないで、今車のところに着いたわ。ミスウェイド、少しだけ待っていた。ダメよ、行くわ。ミスウェイド、クソったね。駐車場の屋上へ上がれ、まだ先回りできるはずだ。このクソはまあ、俺がどんな目にあったか分かってんだろうな。銃も使えないのに父親の元に行ってどうすんだよ。気持ちだけじゃ誰も守れないんだぜ。愛があっても力がなきゃ大事なもん取られちまう。悲しいけどこれ戦争なのよね。もちろん俺ら抵抗するね。どう抵抗する？と拳で。21歳、かっこいい。よいよボルト、都会を極秘施設に潜入か。ワクワクするね、極秘研究施設って響きが、なんか中二病心をくすぐるわ。こっちだ。無事だったのね、よかったわ。離着くのは後だ、まずはヘリに乗れ。ウェイドのノートパソコンに記録されていた地図座標が示しているのは、オーバン地区にあるラメルメイヤ工場群のど真ん中だ。数年前に閉鎖された施設だぞ。なんでそんな場所に？ちょっと調べてみたんだが、50年代にアーマカムが政府から買い取っているんだ。それ以前は地下に軍事施設があったらしい。土地そのものが欲しくて買ったわけじゃあるまい。地下施設が目当てだったはずだ。そしてそれはオリジンと何らかの関係があるっていうのが俺の推理だ。ほら、やっぱ落ちるじゃないか。また君が壊れるな。やっぱり壊れてるじゃないか。あいつは大丈夫だが、パイロットは死亡、ジンも重傷だ。あんたはくたばりはしないが、
ダンスはしばらく無理かな。じゃあジンと一緒にメテバックを待ってくれ。あいつ一人で行かせるつもりか。連中がうようよいるぞ。選択の余地はない。ペッテルはどこにいるかわからんのに、アリスが勝手に動いている。バックアップの到着を待てない。ラメルメイヤー工場群までまだ2キロほどあるが、歩いていかなきゃならないぞ。その一帯には多数の敵がいる。戦闘になるのを確保しておけ。奴らは侵入者を皆殺しにするつもりだ。でしょうね。歓迎はしてくれないでしょうな。とんでもない暴れん坊だって噂が本当であることを祈ってるぜ。それは本当だ。特に股間のデリンジャーが。うるせえ。彼女は大丈夫。心配なのは君さ。大丈夫よ。動きさえしなければね。人工呼吸してやろうか。笑わせないで。冗談に聞こえたかな。本気ならごめんなさいね。冷たいね。さっきの駐車場での戦いはかなりはしょりましたが、激戦だったので回復薬を全部使い切ってしまいました。なのでちょっとここからはきつそうです。オーバンでの地下水の汚染はアーマカムの秘密施設に間違いない。だから連中は排水処理プラントに人を派遣したんだ。汚染が生じたことが露見するのを恐れたんだ。うっとしわ。実はこの先のフロアで3回ほど行ってまいました。結構きついです。ヘルスパックがないってだけで難易度がベリーハードになったような感じ。普段は至るとこにヘルスパックが置かれてて、まず不足するって場面はないんだけど、ここだけなぜか置いてないんだよな。明らかに制作サイドのミスでしょ。あそこにヘビーが陣取ってるんだよな。くっそーマジでこれは痛い。いらんとこで貴重なヘルスを失ってしもうたがな。ヘルスがヘルス先輩ヘルス。限界っすよ。でもほんと痛いんで、もう無理です。しやった。あとは細かいのが何人残ってるかだな。報告。救援を要請する。やりました。ふう、これでなんとか先に進めそうだ。吸気は出したが、この先もごついのが待ってるから、ケツの穴を閉めていかんとな。もう掘られるわけにはいかん。これ以上やられたらもう壊れちゃう。やめてください。ほんとこれよ、これ以上やられたらほんと持ちませんから。ほんとに増援を要請する。なるべくここはノーダメで行きたい。あと一人どこだ？どうした？なんだ、もう死んでるじゃん。よかった。そんでこの先の部屋に入ると、パワードスーツが降りてくるので、
あらかじめリモートボムを設置します。我ながらよくできました。自分で自分を褒めてあげたい。今日はお赤飯だ。だいぶ出血したもんな。ん？なんだそれは。このゲームでは珍しい狙撃合戦ステージです。敵もミクルビームで隠れながら狙ってきます。やめろ。なかなかやるじゃないの。不用意には顔を出さんか。だがこっちはいくらでも待ってやるぜ。こちとらせっかちなホモじゃないんだわぜ。じっとしてないとそのお前の自慢の顔が傷ついちゃうわぜ。根拠はないけど多分やったです。だから証拠見せろって言ってんだろこの野郎。一応セーブしとくか。たまにはこういう、緊迫した睨み合い、みたいなステージもありだね。こんなステージばっかだと、まんまスナイパーエリート、になっちゃうけど。敵の使うミクルビームは弱体化されてるから、まあかなり親切設計ですわ。主人公の使うビームと同じダメージなら、即死レベルだもんな。でもそれはそれで緊張感あって面白いかも。残ったやつはどこだ？左方向に移動したのかもしれない。ちょっとポジションを変えてみ。ああ
こんなもんでいい。じゃあ俺ギャラもらって帰るから。